向こうはそのこと知ってるんですか？まさか私が好きだなんて考えてもないよ。去年の秋に渚がこっちに来て、すぐにパパと仲良くなって、うちにも来るようになってからいつの間にか気になり始めて。でもあいつは彼女作って、それもよりによって嫌われマツコだなんて、見る目ないっていうか。マツコ、渚のことまだ諦めてないみたいだから、ちょっかい出してきたら私に知らせて。わかりました。でも好きなら告白しちゃった方が。うん、タイミングが来たらそうする。なんか不思議。え？だって俊くんと会ってまだ少ししか経ってないのにこんな話しちゃうなんて。そういえば、アコから急に帰っちゃったこと俊くんに謝っといてくださいってメール来たけど、なんかあった？いや、アコさん猫の餌買い忘れたからって。猫？アコんち猫なんて飼ってたっけ？なんでこんなクソ寒いのに外でアイス食べてんだろうね。本当ですよ。寒い。寒い。どうかした？え？別に。なあ、バイトしないか？バイト？江ノ島って歩いて行けるんだね。俺、今夜優作さん家に行けないか伝えといて。分かった。自転車乗って帰る。え？いいの？明日来る時に乗ってくればいいから。ありがとう。もっと肩の力抜いて投げた方がいいよ。投げ方わかんない、教えてよ。俊の方が上手だから。ダメダメ、俊くんはアコとペアだから。真ん中を自分の体の中心に置いて、そしたら三角が7個あるから、それの右から3番目を目がけて投げると。次の番が来たらな。アコさん、うまいよ。ほんと？シュン君のおかげで。次も絶対取れる。すごいじゃん、アコ。どうしたの？何？
鍵なくした。まさか渚くんまで部屋の鍵なくしちゃうとはね。そしたら渚もこの家にいさせてあげたら。ダメだ、うちは避難所じゃねえんだぞ。ケチ。なんだ。最後に見たのいつ？わかんない。ここで着替えた時は？あった。え？どう？届きそう？ちょっと待って。届いた。